ハニヤタケシダカ、ハニヤタケシダカ、ハニヤユタカ、1九百九年。明治四十二年十二月十九日から九百九十七年。平成九年二月十九日は、日本の政治、思想評論家、小説家。本名ハにヤユタカ、台湾の新築に生まれる。子供の頃から、体が弱く、常に死を身近に感じていたという。子供心に、台湾において、 支配者としての日本人を強く意識し、罪悪感を覚えていた。青年期に思想家、マックス・シュティルナーの主張、唯一者と、その所有の影響を受け、個人主義的アナキズムに強いシンパシーを抱きつつ、ウラジーミル・レーニンの著作、国家と革命に述べれた国家の消滅に、一縷の望みを託し、マルクス主義に接近、日本共産党に入党し、もっぱら地下活動、 農民団体、全農全会派のオルグ活動に従事し、思想反取締まりのため1932年に逮捕された。検挙後ハニヤは、未決集として、豊玉刑務所に収監され、形式的な天候によって釈放された。国中では、関東、ドストエフスキーから圧倒的な影響を受けたという、ロシア文学については、早くから影響を受け施策を強めていたものの、この時期を経て、 ドストエフスキーを第一に挙げるようなり、実際に多くのドストエフスキー論を表している。出国後は、経済雑誌の編集に携わり、敗戦を迎えた。元マルクス主義者、主義からの転向者と呼ばれることが多いが、シュティルナーの創造的虚無を、自己の思考の根底に据えることは、修正変わることがなかった。代表作は、 存在の秘密や大宇宙について語りつくさんとし、第一章が近代文学創刊号、昭和20年12月30日付に掲載された大長編小説、地霊。全12章予定で未完作となったが幾度かの空白を挟み書き続け、死の直前まで、第九章までを書き継いだ。ほぼ全編を物語でなく観念的議論によって進行する。 世界文学史においても、未曾有の刑事上的詩弁小説であり、この一作で比類ない評価を受けた。他に、ハニヤ自身が、決定的な影響を受けた、ドストエフスキー論が著名。ハニヤの没した日には、有志によって、アンドロメダ記という記念会が催されている。ハニヤ・タケ研究者としては、タ石博、つげ光彦、白川正義、川西正明、鹿島徹らが、 一般的に著名。ハニヤを尊敬する支持者には、立花隆や北森雄がいた。立花は、著書の中で、六十年安保世代の大学生にとって、ハニヤは神様のような存在だったと述解している。そのため初めてハニヤに会う際には、非常に緊張したとのことである。また、ハニヤは、新人作家の発見や、紹介推薦に優れた力を発揮したことで知られる。 無名時代の安倍工房の才能を石川敦氏と共に見出して分断に押したのはハニヤである。それ以外にも高橋和美、辻国を、倉橋由美子、北森を、加賀音彦などの新人作家の才能を発見して育成してる。一般的には批評や創作自体の評価よりもそもそも創作自体が非常に過作であるが、指令の作者との認識が強く、また実際に 司令自体の評価は非常に高いのだが、それ以外は今日あまり顧りられていないのが現状である。しかし王子は審査欲系の読者までも多く抱え、独自の視点から、例えば、鶴見俊介はハニヤを国家の形と見合う、一定の方から外れてい、と評したの提言に対する評価は高かった。三島幸雄は、ハニヤ武士氏は、戦後の日本の夜を完全に支配したとして、 ハニアの文学を絶賛している。また吉本隆明は、ハニアの文学作品と政治理論の双方を非常に高く評価し、資料第5章を、死というものを瞬間的にでなく段階的、試作的に捉えた日本近代文学史上初めての作品とし、またその政治理論についても、革命家は行動を起こさなければいけないという観念論ではなく、 未来のビジョンを示せば良いということを示したコペルニクス的回転であるとした。なお、吉本、ハニヤの両者は、後日のように1980年代に関係が断絶してしまうが、両者共に相手を本質的に評価し続ける姿勢は、関係断絶後も、普遍で、ハニヤの死後の群像の追悼特集で、吉本はハニヤを日本史上系の文学者であり、思想家であったと追悼している。 文学者以外からの評価も高く、例えば、池田明子は、ハニヤの作品の哲学的センスを哲学専門家の立場から大きく認めている。これに対し、ハスミ彦は、学生運動保護をめぐる座談で、ハニヤについて、結局のところ人間関係しか残らない程度の作業しかしておらず、何が偉いのか全くわからないとハニヤを断じた。なおこの座談の参加者であった、 上野昇氏、菅秀美もむね、ハスミの批判に同意している。これに対して、立花隆氏は、ハニヤに対する評価のひどさを批判するとともに、ハスミが鶴見俊介をカ扱いしていることも同時に批判した。ハニヤを否定する人間には、右派が多いが、その右派の江藤敦氏は、ハニヤの資料を読んでいてところどころ眠くなる作品として、ハニヤの存在を、 昭和十年代左翼の延長として捉えるべきだと否定的見解を示している。唐らたにゆきとも、ハニヤの思考の徹底性を認めつつも、全体的には、ハニヤの存在に批判的な論考を多く記している。全教頭から、ウハリバタリアンに転向した、笠井清氏は、ハニヤについて、カントの影響を受けたと自称しているが、実際は、ハニヤは、極中で徹底した、 ヘーゲル主義者に転じたと考えられるとしている。ハニアの思考スタイルは、二十世紀的現実の制約を受けていない分、マルクス主義よりさらに危険なものであると、カサイは言う。吉本隆明は、大江健三郎、中野隆、次晩年のハニア武志など左翼はずっと、戦争は、ダメ、自分たちは平和主義者と主張してきたが、それは、 戦争自体がダメという観点とはまるで違い。そのことで言えば、大江、中野、ハニヤは全て落第と評価している。大江、中野、ハニヤがやった、反核運動で主張したことは、アメリカの核はダメだが、ソ連の核は OK だという考え方だという。大江、中野、ハニヤは、戦争はダメ、平和を守れと主張するが、戦争になれば、それまでの主張は忘れて、 戦争を革命の絶好の好機と考え方を変えるに決まっていると評している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。